ヤンキースの一郎外野手が8日、日本時間9日、本拠地でのインディアンス戦で一本の貴重なアンダを放った、10対6で迎えた7回に先頭でライト前ヒット。ヤンキースの発表によると、これでメジャー通算2810ンダとなり、ジョージ・シスラーと並んでメジャー歴代48位タイとなった。シスラーはイチローが2004年に262ンダを放つまで、メジャーのシーズンアンダ記録、 257本を保持していた人物、イチロー自らセントルイスに墓参りに訪れたこともあるなど、思い入れを持っている人物だ。9番、ライトで2試合連続先発のイチローは、4回にビッカーソンのライナーを滑り込みながら候補、3点差に迫られた6回西1 2塁のピンチでは、宇宙間へのラミレスの鋭いライナーに走り込み、ジャンプしてもぎ取った。 超ファインプレーにヤンキースタジアムが大歓声に包まれた。この日は、初回と6回に盗塁も決めるなど、総攻守で大暴れ、1試合に盗塁は昨年6月15日以来、1年2ヶ月ぶりだった。ヤンキースが補強した影響でベンチスタートが増え、地元紙ニューヨークポストにトレードが可能となるウェーバーに乗せられてことも報じられたが、猛然とアピールした。 ヤンキースはインディアンスを10対6で下して3連勝イチローは3打数1安打1死球2盗塁で打率は276となった。